JR 山陽本線が岡山駅まで開通してから今年で130周年を迎えたのを記念し来月1日から記念のヘッドマークが一部の列車に掲げられることになりました今日は JR 西日本岡山支社の鈴木淳副支社長と JR 貨物関西支社岡山支店の中筋秀明支店長が 山陽本線130周年を記念した直径65センチのヘッドマークを JR 貨物の機関車に取り付けましたヘッドマークには JR 西日本岡山支社のキャラクターくまなくタビニャンなどがあしらわれています山山陽本線は年年月にに岡山駅まで開通しその年に 倉敷駅や笠岡駅と区間を延ばしていて、今年で130周年で周を迎えます今後ともです、ね、あの安全を第一に、長く親しまれるような、えー、と山陽線にしてまいりたいという機会があればコラボをしたりとかして、こういう沿線を盛り上げていければなと思っておりま,すまた、JR 西日本の列車にもヘッドマークが取り付けられ、 来月1日から来年2月末まで掲げられます。